はい、こんにちは、山城と申します。さあ今日はね、どこに寄るかというと、今これ三重県四日市市の新庄かな、新庄1丁目の6ん6ですね、オランジュさんとかがある交差点のところですね、信号待ちのところからね始めていこうと思いますよと、いうことでございます。さあなんでね今日ね回すかというとね、まああのただの雑談なんですけど、だからこれサブチャンにね、回す予定でも撮ってますけどね、まあ本ちゃんには多分ならないと思いますよ。ゆるくやっていこうと思います。でもね、まあ後々いろいろと話してきますけど、まあいろいろとね、サブチャン撮る機会が、タイミングがね、いろいろとなくて、ずっと来てたんですけど、この前ちょっとねちらっと、試験帰りにね、撮りましたけど、まあそう試験がね終わったっていうのもね一つ目の理由としてあったりとか、あとはこのカメラね、あの久しぶりにビデオカメラで撮ってるんですけど、一応直ったのかな、なんかねいろいろとガンガン叩いとったらとりあえずつくようになったんで直し方昭和ですからね、昭和までなんで、壊れた家電は叩けば治るって人なんでね、試しにガンガンちょっといろんなところから叩いてみたら、あなんか一回カチッて音がして、おいけるかなと思ったら、ピピってつくようになったんで、試しにね撮ってみようってことで、いきなしこれをね本ちゃんの、ところにね、持ってくってね、すぐに壊れましたってなったらね、元も子もないんで、試しにちょっとサブチャンでね回してみて、まあサブチャンだったら最悪お蔵入りになってもいいやと、いうことでね、そう、それで部屋で撮ろうかな、どうしようかなとも思ったんですけど、もう今部屋がねで、もう、とてもじゃないけど固定カメラでね床映してないんですけど、映してない状態でないととてもじゃないけど見せられないような状態なんで、もう本当に試験と、アップロードの、まあ、近況報告ね、この後どんどんと、トークで喋っていくと思いますけど、のところでね、もう本当に、暴殺されまくりの、まあ、まだちょっとしばらく暴殺されそうですけどね、特にここの試験を終わるまでは、本当にまともに布団で寝れんっていうぐらいの勢いですごかったんで、とりあえずね、ちょっと落ち着いたので、あの回そうと。で、どうしよう、部屋でね、撮るのも、そんなね、もう今、そんな状態なんで、もう家、もうぐっちゃぐっちゃなもんでね、ちょっとまずいなと。まあ、今日も、部屋からね、玄関に行くまでにね、2回つまずきましたからね、あまりあの床が要はもう見えない状態なんで、これ、大部屋済みな人しかわからない。あるあるだと思いますけど、まず床がなくなるんですよね、当然ですけど、そこにいろんな層ができるんですよ。で、大体ここは踏んでも大丈夫かなっていう層と、ここを踏むとやばいよっていう層ができて上がってくるんで、大丈夫やなっていう層を選びながらね踏んでいくんですけどね、見事にちょっと、ミスりましてですね、何が起きてるんだろうな、ひっくり返してね、その掘り返さないとね分かりませんけど、とまあそんな状態なんで、外に行って、まあせっかくやからドライブ動画にしようかなっていうのと、もう一つね、あのお土産渡し、実はそのお盆とかにね、あの動画の撮影行ってきました。後上がるのかな、多分こっちの方が先に上がってると思うんで、あれですけど、まあいろんなところ行ってきました。あ、そうか、だから怖いなシーンもまだ出してないのか、カメラがね、あの実はこれは一回、今でかい、まあ中大規模のものが、その撮影してきたね、外ロケしてきたやつが、2つシリーズ、実は、まあストックがあるんですけど、その最初の1本目の時でね、ぶっ壊れました。で、ですからそれの途中から、そのスマホで回し始めてきるね。で、
2つ目のやつが大型企画だったんですけど、もうチケットとかは取ってあったんで、行くっきゃねえと、いうことで、スマホだけでね、行ってきたんですよ。ですから、かなりね、ちょっとまだちゃんと画像、見返しきれてないんですけど、結構やっぱテンプレートから非常にそのあたりちょっとどうしようかなと、いう感じなんですかね。スマホだけだとやっぱ厳しいですね。で、多分スタビライザーをね、使えばいいと思うし、あのテンプレ補正っていうか、ね、こうやって自撮り棒じゃなくて、こうやってグニュグニュしてね、動かして撮れるよっていうやつあるじゃないですか。あれ使うとね、だいぶ良くなるはずなんですけど、問題はありましてですね、うちのね、基本使ってるスマホが、メインで使ってるスマホが、スタビライザーに来たよって言ったらいいのかな。要はスマホ自体は大丈夫なんですけど、スマホにケースをつけてるんですよね。私の場合、そのスマホのケースが、カバーができるタイプ。画面のところが、ふたっとね、こうパターンと本みたいにね、閉じて、隠せれるタイプのやつ使ってるんで、それが邪魔するもんで、スタビライザーが装着できねえと、いうことなんですよ。で、まあ、いったなと。で、まあ、一応予備のやつがあるんで、まあ、スタビライザーをつければ手ブレが良くなるんで、その予備のね、スマホをもうスタビライザー常設しといて、取っちゃうって言っても手かなと、も、思ったんですけどね。まあどうしようかな、まあ、スタビライザーも言うてちゃんとね、やっぱ動画アップロードしてっていうのを考えると1万円ぐらいのねやつは必要になってくるかなっていう見通しなんで、そこのところが難しいなという感じなんですよね。なかなか困りもんです。で、そう、スタビライザーをどうしようかなと思うんですけど、まあ、どうでしょうね、ハンディカメラが直ればね、これがもうバッチリいけるよっていうんだったら、これでいきたいところですね。だからこれもね、いざ、これね、壊れたかなと思ってね、一応、試しにね、買い替えるなら、どんな感じになるのかなっていうのを見てたんですけど、もう今、HD タイプで、このハンディカメラタイプのやつって、もう生産ほとんどしてないんですね。これはちょっとね、予想外でしたね。そっか、まあ、もう今、アクティブカメラとか、あっちの方がやっぱ主流だし、スマホで撮れちゃいますからね。で、スマホでプラススタビライザーの方が、まあ、それ安くつきますしね。うん、で、向こうやったら 4K が撮れるし。ってことで、こっちの方も 4K のもうちょっと進化した版のようなやつ、ですから7万ぐらいするようなモデルのやつは現行でもあるんですけど、っていうことですね。この HD のやつでっていうのが、ないんで、このね、手軽にね、撮れるぐらいのサイズがちょうど良かったんですけど、まあ、そうすると、いわゆるアクティブカメラで、ね、こうやって、持ってね、撮るやつとか、そっちの方に切り替えてくった方がいいのかな。まあ、あっちだと結構手ブレとかはもう、だいぶいいらしいですしね、ただ、バッテリーの持ちなんですよね。うちの場合は、回す時間が2時間、3時間じゃないですから、多分、今日もこれサブチャンで何時間回すんだろうなっていうところで、行くと、この電源コードからね、取ってとかっていう裏技ができて、ほぼ、無尽蔵にね、取れる体制がやっぱ魅力はあるんですよね。